農村地域の美しい田園風景や自然の豊かさを知り、未来へ伝えてもらおうと、小学生を対象にした田んぼの学校が開かれました。地域の農業や田園の環境保全について学んでもらおうと、7月3日、徳島市国府町で地元の小学4年生を対象にした田んぼの学校が開かれました。参加した子どもたちは2班に分かれて、地元に400年以上前からある遺災用水と貯水池の見学を行いました。用水の水源にあたる月の輪貯水池では、遺災土地改良区の谷川浩一副理事長が歴史や役割などについて説明。子どもたちは水面に手をつけて水温を確かめたり、貯水池の大きさを体感するなどしました。今も現役で利用されている遺災用水では、どんな生き物が生息しているのか調べるため、子どもたちは網を片手に用水の中に入って生き物を捕まえていきました。難しかったけど、知らない魚とか、知ってる魚とかいろいろ取れてよかったです。楽しくて、なんか次からも体験してみたいなと思いました。最後に徳島大学の川口洋一准教授が捕まえた生き物について解説。コイやナマズなどの魚のほか、カワニナなどの貝類やテナガエビといった甲殻類など多くの種類の生き物が生息していることから、これほどきれいな用水はほとんどないと話していました。田んぼの役割っていうのが、例えば防災だったり、それから生き物を育むだったり、それから環境をきれいにしたり、それから文化を継承したりとか、いろいろな役目があると思うんです。田んぼの学校っていうこの出前授業で生徒たちにこの田んぼの役割とか、それから地域のこと、ほんなんのちょっと気づいてもらう、ちょっと助けになったらいいなと思って、この授業をやっております。田んぼや水路は農作物の生産の場であるとともに、多様な生き物の住処です。こうした体験を通じて、子どもたちの地域の農業や田園環境に対する意識を深めていきたいですね。